第10、グスマンエルブへの機械化不評旅団は、スペイン陸軍の旅団の一つ。旅団司令部は、コルドバ県の県とコルドバと隣接自治体のオベフホに、またガルセロ・ムリアーノ地区に所在しており、旅団の称号は、メディナ・シドニア・コのノシソで、サン・ルーカル・ショーエンの初代領主であった、グスマンエルブエノに由来する。スペイン陸軍内で編成されている3個ある。 気候旅団の一つで、レオパルト 2A4 戦車などを装備している。旅団は1965年7月10日の中央参謀本部令165-42に基づき、第21、グスマンエルブへの機械化師団霊化の第21、機械化不評旅団として編成され、バダホスに司令部を置いた。1984年にセロムリアノに移住し、 翌1985年には、メタ計画10、85例に基づき、第21、コルドバ機械化付評旅団に改編される。1995年に、ノルテ計画を根拠に、第10機械化付評旅団に改編される。旅団称号については、エルブエノが候補に上がる。これは、エルブエノが、アルフォンソ10世。 エルサビオの息子三女四世一生下の1293年にタリファを回る戦いで勲行を挙げたことに記念して第10旅団の称号に選ばれる。1996年10月1日に第1ブルネテ師団霊下の旅団としてグスマン・エルベノの称号を継承する。1995年10月1日にスペイン陸軍としては欧州合同軍に拠出分担される。 最初の主要部隊となる。旅団は1994年の欧州合同軍、演習ペガサス94以来、様々な国際演習や国連活動などに参加している。1994年4月から10月にかけて、国際連合保護軍の一部として、コルドバ軍を変組し、約2400人の輸送隊を派遣して、約9万7000トンの援助物資を配給した。 他に停戦合意後は2個監視隊が、モスタルで任務に就く。1998年4月から8月にかけて、第2機械化不評連隊と、第10機械化不評連隊を機関に、スプブリ、コルドバセブンを変装した、大西洋条約機構指揮下で平和安定化部隊の一部として、ホセ・アルナルド・メディアビラにエト陸軍少将を長に、ボスニア・ヘルツェゴビナに派遣され、合計1046人が、 任務に参加している。2000年、第2期開花不評連帯を機関に、合計800人からなるパグット、コルドバサーティンを変遷し、フェルナンドカのベラスコリク軍少将,将を長に、デートン合意に基づく停戦監視任務に出動する。ここでは、対象地域における自由の確保、人権と難民保護や民兵の武器回収に従事していた。 2001年12月から2002年5月にかけては、第2機械化不評連隊を機関にスパグッドセベンティンを変組し、フランシスコ・アルマダでサリア陸軍少将を長に、計800人が SFOR に派遣される。また、1999年6月には、クスプティット9を変組し、マキシモ・バルベロチェカ陸軍少将を長に、コソボ治安一部隊の一部として参加する。 同年9月から2003年3月まで、第2機械化不評連帯を期間に、チソな戦術グループを変装している。2005年8月から2006年2月まで、第10機械化不評連帯を期間に、クスプギーとコルドバフォーティンが変装され、カシミール・ホセサン・フ不安、マルティネス陸軍少将を長に、計522人がコソボに派遣される。 2007年6月13日から同年12月17日まで、第二機械化不評連帯を機関に、クスプ4、コルドバザバイブが変組され、ホセ・フェデリコ・フェルナンデス・デルバリオ陸軍少将を長に、計487人が、コスボのイストクに派遣される。2009年8月15日から同年12月15日まで、リブレ・イダルゴ9を変組し、インド、インドネシア、マレーシア、 ネパール、ポーランド、中国及びエルサルバドル軍と共にリブリーダルゴ多国籍旅団を編成しレバノン南部に展開する。ありがとうございます。